てはこちらの曲です。お待ちしていました、皆様。そちらの行動パターンは把握済みです。一時とはいえ、出航した身ですので。本当にいらっしゃるとは思いませんでしたが、これにてチェックメイトですね。これで終わりです。せめて苦しまずに行くがいい。バン様、この揺れは礼を言うぜ、リーゼット。こっからは賭けだ。フェリー、警備主任殿も、せいぜい相手してみろや。ついてきただけだ。あんたらなら十分乗り切れんだろう。ここは任せたぜ。ペリちゃん、リゼットさんも気をつけるのよ。あっちも楽しそうだな。はいはい、後に取っときなさい。先にこちらの対応を。追跡はいつでも可能です。ウーラ、フェリちゃんを元に戻す方法ですか。正直改変がどうとかはよく分かってないんだけど、フェリはあの踊りを忘れるわけないと思う。はい、私たちの踊りもそうなんですが、中東の伝統舞踊は言葉ではなく練習と経験で伝えられてきているんです。フェリちゃんにしても何度も何度も工夫を重ねながら練習していましたし、記憶を書き換えたくらいでそれが消えてしまうとは思えません。新年祭の歌と舞、私たちもよく知ってるし、次に会った時に見てもらおうと思ってちょくちょくお姉と練習はしてたから。あの演目なら無理なく公演に組み込めるはずです。
バンさんたちの作戦にうまく使ってください。さあお待たせしました。本日限定のスペシャル公演。昨年の映画祭の電撃デビューから華々しい活躍を続ける期待の超新星、サーランド・シャヒーナ姉妹の登場です。首都のみんな、こんにちは。見に来てくれてありがとう。今日はどうか楽しんでいってください。こちらポイント B、 ターゲットアルファを捕捉。周囲に仲間は確認できない。一人でいるようだ。了解しました。そのまま監視を続けてください。衛星からの広域エリアサーチに反応なし。一人で来ているのは間違いないようです。情報通りですね。まずは一人、この距離なら確実に仕留められます。落ち着け。人だかりが多すぎる。これはあくまで標的に絞った任務だ。紫外線とは分けて考えろ。うん、お兄ちゃん、必ずこの手で仕留めてみせるよ。炎とアルーシャの名にかけて。さて、何を考えている、バン。本日披露するのは、大切な友達から教わった特別な演目です。静かに、それでいて力強く燃えたぎるような炎の歌と舞。どうぞご覧ください。なぜあの踊り子たちが我々の。どうした？応答しろ。異常発生。アルファイド警備主任、至急確認を。警備主任。フェリ様、カシム警備主任も。あれが炎の歌？私が知っているのとは、アルーシャと戦士の掟、勇猛に悪なる者には鉄槌よって。あれ、あれ、何これ、私の思い出。これはうまくハマったみたいだな。人だかりにいらしたはずでは。皆様もいつの間に。いえ、そもそもどうしてサーチに。なるほど、すでにそちらの権限で掌握されていたわけですか。一度してやられたお返しってところかな。見分けがつかない精度のシャードの立体映像、こっちも演算能力を曲がりさせてもらったわ。ま、ぶっちゃけ GM がおるからこそのチートやけどな。ちなみにあの歌と舞はこの場に来とらんクロガの連中にも中継しとるで。ええ加減シャキッとし、リゼット。カシムにフェリちゃんも。目を覚ます。うん、目の前にいるのはターゲット。
外道どもは許さない。エダさんのためにも。なのにどうして私この人たちを知っている？由来だわね。フェリちゃん、どうか思い出してください。この半年であったことを、私たちと一緒に過ごした時間を。大事なもんを簡単に忘れてんじゃねえぞチェリー。あんだけ事件だのなんだの乗り越えてきたんだろうが。手に入れたもんも傷跡も全部お前のもんだ。とっとと思い出して戻ってこい、フェリーダ・アルファイド。これは。時間がありません。綺麗なのにどこか切ないわね。はい、フェリちゃんにとってきっとそれだけ大切な。早く目覚まさせてやるとしようぜ。
しゅうな。怪我はないな。モロッコはライムレベルアップだよ。必ず行こうかね。ステータスを
表示するわ。強気に行きなさい。せい後期よ。シャドブーストの後期じゃ。また新しい景色が見えたね。良さそうな宝箱です。片付けるかい？崩したわ。始めるわよ。さい。さい。まだまだ。シャアの展開。始めようぞ。シャアのブーストの後期じゃ。レン先輩。裏まで行ける。行ってちょうだい。頼んだわ、バーさん。はいはい。そこです。もらった。とどめです。終わりだ。さあ、次に行くぞ。はっ。はっ。始めるぞ。並みかけるぞ。それ、それでしたわ。
は得よ。うん、いい感じだね。任せたわ。全然さ見切れるかな。行きます。任せてちょうだい。ぶれてやがんな。さあ始めるわよ。怪我はないな。フライドさん始めるか。よ
行くわよ。はっ。
れさん。怪我はないな。良さそうな宝箱です。頑張ります。さあ、はっ、はっ、崩したわ。一気に決めるぞ。さあ、はっ、この気配、前座に待ち受けているのはおそらく、ええ、あの二人でしょう。それも侵食によって強化された。当代最強に MK の上級 SC、 この上なく厄介な組み合わせだろう。それでも諦めるわけにはいかないわ。覚悟を決めていくわよ。休めそうですね。元気が出たわね。調整します。シャードスキルが更新されました。Thank you.
挑戦します。シャードスキンが更新され、属性専用スロットです。シャードスキンが更新されました。属性専用スロットです。シャードスキンが更新されました。元気が出たわね。行こうか。おう、任せろ。来たか、裏解決よ。お待ちしておりました、リゼットさん。メイドに現役最強の両兵か。敵に回すと厄介な組み合わせだが、ここでなんとか取り戻すしかないわね。この後のフェリちゃんのためにも。バン。いや、こいつは勘なんだが、リゼット、お前本当に自覚はねえのか。それってさすがですね、バン様。アークライド解決事務所、悪行の限りを尽くした A の最後の協力者。私が出向から戻った後で、所長が彼らに取り込まれ、他のメンバーも。その認識にいささかの矛盾はございません。ですが、拭えない強烈な違和感、それがあったのも事実です。違和感。それじゃあやっぱり。うん、おそらく最初からどこかおかしいと感じていた。でも確証が持てなかった。そんなところかな。お前さんも察してたか。妙だと思ったのは廃炉船で待ち伏せされた時だ。本当にいらっしゃるとは思いませんでしたが、これにてチェックメイトですね。あの時のどこか残念そうな表情、俺たちが現れたこと自体がお前にとっては決定的だったんだな。わざわざ踊り子どもの元へ向かってるっつうことは、チビが操られてる可能性が高い。だったらお前自身も。そういうことかよ。でもだったらどうして、どこかで立ち止まって確かめることもできたんじゃないの？それは無理な相談でしょう。私には初めから本当のことなど分かりませんから。え、私にとって全ての感覚はすでにまやかしの存在。この作り物の体から脳に送られる信号を全て書き換えてしまえば、あるいは脳の記憶領域に干渉するだけで私を欺くことが可能なのです。リゼットさん。だからといって脳と神経系以外の大部分を擬態に置き換えているそうだが、それゆえのアイデンティティの揺らぎか。理解はできるが。ええ、根本的な解決は不可能でしょう。でもそんな彼女だからこそ、独自の感覚で違和感を捉えたのかもしれないわ。まさにその通りです。全てが不確かな世界で、もはや私ができることは一つだけ。試させていただきます。皆様が何を示せるのかを。リセットさん。分かったよ、そういうことなら俺も付き合うとしよう。さっきからだんまりなのも気になってたけど、あんたはあんたで思うところがあるようだが、話すつもりはなさそうだな。その通り。可能性を示せないものに
期待などできまい。今のところ旧大典はやれそうだが、査定はこれからだろう。かかってくるがいい。アークライド解決事務所と協力者たちよ。上等だ。目が覚める一発かましてやるぜ。侵食による強制的なブースト、油断せずに行くわよ。半ば認識できているならきっとこれが最後の一押しです。サーンの展開サポートするね。今こそ確かめます。皆様と私自身を示してみせろ、お前たちの可能性を。ブースト部分お見通しよ。強気に行きなさい。この調子でいきましょう。大丈夫か。助かりました。ありがとう。すまないね。行くぜ。いい調子だ。呪いぜ。くらいな。チャンスです。ガンガン行くぞ。行きます。ジブリールガード。うん、いい感じだね。見切れるかな。フェイス、レン、合わせて。この調子でいきましょう。いい調子だ。合わせるよ。ブラマルール行ってちょうだい。輝く炎よ、我が身を焼き切れ。くー、加速します。やったか。ダルバトスレイド、チャンスだ。遠慮は無用に願います。全力で相手をするまでは。ソラよ。逃しません。シュート。燃えるね。例の方、さあ、レン、合わせて。シャードブーストの攻撃じゃ。ガンガン行くぞ。この調子で行きましょう。全力で相手をするまでだ。強気に行きなさい。輝ける花よ、我らに祝福を。助かったぜ。ありがとう。すまないね。よっ、助かったぜ。
ダルバトスレイド、お覚悟せよ。チャンスだ。全力で相手をするまでだ。行くぜ。頑張ってください。崩せるかよ。ダルバトスレイド、チャンスだ。無用に願います。ソラよ、捕らえました。やっ、好機よ。全力で相手をするまで。財産駆動。
強気に行きなさい。やるな。だがまだまだだ。やあ、行こうか、アリアス。胸の痛みをフルでゆらゆら。行きなさい。行くぜ。それがお前たちの本能か。この記憶は。今まで皆様と一緒に。リゼットさん。思い出したかよ。今まで、あらゆる出来事をどこか儚い夢のように感じていました。楽しいことも、大切な思い出も、全てが幻だったとしても仕方ないと。所詮は偽物の体、疑似的な信号が見せる幻想に過ぎませんから。それでもお前さんはよく支えてくれてるぜ。作り物の体だろうが、お前は偽物なんかじゃねえ。それでも本当がわからないってんなら、本当になるまで付き合ってやる。こいつらと一緒にな。はい。リセットトワイニング、ただいまをもって解決事務所に復帰いたします。リセットさん、よかった、戻ってきてくれて。皆様、本当にご心配をおかけしました。たぐ、万能メイドが珍しくこじらせたかと思ったらよ。いや、彼女のせいじゃないでしょう。まあ、ハラハラしたけど。よかったわね、本当に。示せたか。ならば。ほう、そろそろ動くつもりのようだな。あら、もしかして。おいおい、まさかとは思うが。ええ、さりげなくフェリ様や私を気遣う言動、私が半分気づいていたとすれば、カシム主任はおそらく。ほう、新色を焼き切りやがった。これはカムシ、その身に神の息吹を宿すという戦技でも、まさかここまでのことができるなんて。まだ上があったんだね。嫌だな、出し惜しみなんて。いや、待て待て待て、100歩譲って気づいていたとしてもだ、あんたもしかして最初からできたんじゃねえだろうな。え、そんなことって。さすがに嘘でしょ。だってそれじゃどうして。侵食と言ったか。この身にまとわりつく何かは捉えていた。それが何をさせようとしているのかも。だが下手に動けば、フェリーダたちを元に戻す手段が失われるかもしれん。その判断に基づいて行動したまでだ。理屈は通ってるみたいだけど。なもん、人間のやれることじゃ。つが、納得はいかねえぞ。おい、まあ、ヒントだの及第点だの何かあるとは思っていたが。玉砕しか選べない方、君の目は濁ってしまっていたらしい。今のところ及第点はやれそうだが、査定はこれからだろう。
彼なりに状況をコントロールし、この場に導いたというわけだ。敵を油断させるためにあえて侵食の影響も受けつつ。さすがの手腕だな、警備主任。もはや手腕という域は軽く超えている気もするけど。そして妹さんを救う手立てが見出せたから動いたと。そこだけは分かりやすいわね。ええ、主任としても見ていられなかったのでしょう。彼女の中の思いが侵されていくのが。リゼットさん、もしかして。かなり消耗してやがるな。無理すんな、リゼット。フェリは俺たちが取り戻してやる。はい、必ず。すみません、皆様。できればこのまま復帰したかったのですが。トワイニング SC は俺が引き受けよう。その代わりフェリーダを頼む。今のあいつを戻せるのはお前たちだけだろう。言われるまでもねえ。そんじゃ悪いが、リゼットは頼んだぜ。では先へ行くとしようか。調整します。癒されますね。行くわよ。本当に良かったです、お二人が元に戻ってくれて。あとは肝心のあいつだな。ああ、行くぞ。アークライド解決事務所。ええ、
一暴れさせてもらうよ。そら遅い、そこだ。そらそら、くれ、かかってきて大変。終わりだ。そこだ、そこだ。そらそら、それじゃ進もうか。そらそら、そこだ。遅い、そこだ。終わりだ。そらそこだ。遅い、そこだ。くらえ、くれだぞ。今よ、再開しましょう。くらえ、そこだ。終わりだ。くらえ、くらえ、くらえ、そこだ。遅い、そこだ。そこだ。くらえ、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 そこだ。くらえ、そこだ。くらえ、仕掛けよう。終わりだ。くらえ、くらえ、そこだ。終わりだ。遅い、くらえ。畳みかけるわ。おや、ヘイフッヘイ、サイヤフッヘイハーッ。このまま制圧する。終わりだ。そこだ。さ、先に進みましょう。負けられない。この剣に誓って。暴れさせてもらうよ。いいだ。
始める。崩れ遅い。そこだ。畳みかけるわ。終わりだ。崩れたぞ。そこだ。遅い。くらえ。終わりだ。そこだ。遅い。そこだ。ほら遅い。そこだ。遅い。崩れたぞ。ほら。そこだ。くらえ。そこだ。そこだ。ほら。そこだ。ほら崩れたぞ。くらえ。ほら。終わりだ。ほら。そこだ。そこだ。ほら。そこだ。遅い。そこだ。遅い。くらえ。遅い。そこだ。遅い。そら、そら。そこだ。そら。そこだ。くらえ。そら。終わりだ。崩れたぞ。まだだよ。くらえ。そう。そこだ。仕掛けよう。遅い。終わりだ。そら、遅い。そこだ。くらえ。遅い。くらえ。そら、遅い。くらえ。そら。くらえ。遅い。遅い。速攻で片付け。カードで先制するぞ。シャドウさんのチャンスです。いい調子だ。遅い。このまま制圧する。ええ、諦める。終わりだ。断ち切れ。さあ次の相手は誰かな。
精進あるのみよ。はっ、遅い。はっ、そこだ。くれ、そこだ。崩れた。そらくれ。終わりだ。そら、そら、そこだ。くれ。くれ、崩れた。速攻で片付ける。シャドウブーストのチャンスです。いい調子だ。頼んだわルナ。好きにはさせん。育成ドレイン続け。ええ、諦め終わりだ。断ち切れ。頼む、ミスルギ城。オーグメントを調整するんじゃな。メンテナンスモードに移行したよ。メンテナンスモードに移行したよ。シャードスキルが更新されたよ。属性専用スロットです。シャードスキルが更新されました。シャードスキルが更新されました。剣道大、油断するな。ふん、
かかってください。終わりだ。くらえ。くらえ。遅い。崩れたぞ。そこだ。仕掛けようか。速攻で片付ける。シャードブーストのチャンスです。そうした、ここよ。ホタカンさん、目標を遅く貫け。このまま制圧する。ええ、集いなさい。諦める。終わりだ。うん、いい感じだね。手を緩めずに。ステータス表示。このまま攻めるわよ。そろそろ下がろうかな。お任せください。強気にステータスを表示するね。手を緩めて。それアリスさん、後期よ。ブライトゾーン。裏まで行け。行ってちょうだい。ショーキブーストが有効だよ。手を緩めずに行け。ここだ。エイ光断ち切る。アリエスさん、強気に行きなさい。特定のアーズが有効だよ。はぁ、それアリエスさん、いい発動。勝機ルネ。甘い。後期よ。遅い。チャンスです。いや、ネットは遅い。このまま先に進みましょう。怪我はないわね。はっ、
遅い。くらえ。はっ。はっ。速攻で片付ける。シャドウブーストのチャンスです。キンキンドさん。諦めろ。終わりだ。頼みます。お任せは。諦めろ。終わりだ。振らないで。行け、ブライト城。もらった。さ、先に進みましょう。くらえ。遅い。そこだ。かかってください。遅い。くらえ。そこ。くらえ。そこだ。遅い。そこだ。終わりだ。崩れたぞ。そこだ。速攻で片付ける。目標を遅く貫け。続け。了解よ。集いだす。諦め、終わりだ。時間を取られた。先を急ぐぞ。はっはっ。くらえ。空遅い。はっはっ。そこだ。空終わりだ。崩れたぞ。ここが勝機です。くらえ。速攻で片付ける。頼んだわ、ルネ。諦める。終わりだ。このまま制圧する。任せて。諦める。終わりだ。断ち切れ。頼みます、お嬢さん。やったれ。追撃よ。お疲れ様。怪我はないわね。休息ポイントを発見しました。うん、これで万全だ。これで万全だ。
行くわよ。任せてちょうだい。行きます。この光景は、アルマータの外道どもに協力していた最後の、私が倒すんです。あの人に安心してもらうためにも。フェリちゃん、かなり不安定な状態みたいね。海変が相当揺らいでいる。自分自身を保てないんでしょう。うん、放っておけばこの空間ともども崩壊しかねないかな。たく、おいフェリ、いつまでもうだうだやってんじゃねえ。それともなんだお前、全部捨てて戦士に戻りたかったのかよ。私はどうしたい。違う、私立派な戦士に。でも全然アイーダさんも助けられなくて。お前なりにいろいろ悩んでるのは知ってる。戦士として生きるか別の道を行くかも。年明けには里で巫女役をやって、そこでもまた何か抱えることになったみたいだな。里の巫女、いにしえの使命。巫女が受け継ぐクルガの使命、お前もその覚悟を知っておくべきだろう。私、わからない。そんな風になれるかなんて。戦士、巫女、私は一体。でもこんなんじゃきっと何者にもなれやしない。そんなことありません、フェリちゃん。思い出してください、今までフェリちゃんが一歩ずつ進んできたことを。戦士としてだけじゃない、一人で首都に来て裏解決屋を手伝って勉強も頑張って、そうやって悩みながらも一つ一つ選んだ道を進んできたはず。きっとその悩みこそがフェリちゃんの生き方を導いてくれているんですから。悩みが私を導く。ま、そいつを他人任せにしてヘラヘラ生きていくなんざできねえだろうな。僕もそうだけど、みんな抱えているものくらいあるからね。でもだからこそ前へ進んで成長できるっていうのも確かかな。それにたまには誰かの手を借りてもいいんじゃない。今までもそうしてきたわけだしね。そういうことだ。悩みも生き方もお前のもんだろ。他人に預けてねえで戻ってこい、フェリーダ。フェリちゃん、これは侵食が強まっている。クルガの伝承にあるというエルアルコン、侵食で歪まされた認識の再現か。倒さないと、敵を、仇を、炎とアルーシャの加護を。あと一歩だっつーのに。だげ、手のかかるチビだ。いいぜ、こうなりゃとことん付き合ってやら。所詮は悪あがき、一気に制圧するぞ。はい、フェリちゃん、今取り戻
シャドウウーストのチャンスです。ステータスを表示します。敵を撃つんです。アーツで弱点がつけます。このまま攻めるわよ。この調子でいきましょう。リミッター解除。強気に行きなさい。アーツで弱点がつけます。このまま攻めるわよ。オペレーションを開始する。とどめだ。イーサルオペレーション。この調子でいきましょう。強気に行きなさい。エレンさん、光断ち切る。炎よ、私に力を。やあ、とどめです。イグニスランページ。ザッカクル、ありがとうございました。行きます。任せたわよ。敵を撃つんです。油断するな。油断禁物よ。いきます。ジブリールガード。ターゲット捕捉、逃がしません。こっちの番よ。お茶にするのに。お上がりなさい。助かりました。正気。強気に行きなさい。これで決める。手を緩めずに行け。お願い、エレンさん。シルバリークロス。頼んだわ、ルネ。出力最大です。この調子で行きましょう。ありがとう。シールド展開。チャンスです。敵を撃つんです。強気に行きなさい。このまま攻めるわよ。輝ける花よ。
に祝福を。ありがとう。ありがとう。無駄よ。負けられない。出力最大だよ。手を緩めずに行け。強気に行きなさい。お願い、エレンさん。シルバリー、クロス。頼んだわ、ルネ。リミッター解除。精進あるのみよ。まだまだ成長中なの。やりました。ファン
まずいわね、これは。ちっ、まだ侵食が消え上がらねえだと。明らかに昨日よりも強力になっている。もう条件は整えたはずなのに。そんな、これはいよいよ。しっかりしやがれ、フェリーダ。私は一体どうすれば。やれやれ、まだ悩んでるのかい。この声って。おいおい、まさか。話には聞いていたけど。ああ、彼女の姉のような存在だったらしい。ここが深層心理からの再現ならばそういうことかよ。そう、私はただの仮初めの存在さ。フェリの中に残っていたね。最後のとどめを刺してくれ。思えばそうあんたに託したのが迷わせちまった最初のきっかけなのかもしれないね。そうだったんですね。ああ、おそらくな。だが今になって改めてわかる。こんな形で私が残っているくらいフェリがあの時のことを大切に思っているってね。大丈夫、その優しさと迷いが必ずあんたを強くしてくれる。だから諦めずに踏ん張んな、妹分。ずっとここから見守っててやるからさ。フェリちゃんはずっと大切なものを守ってきたんだね。ああ、経験したもん全部大事にしまってあるはずだ。全部私の中に。はい、きっと。それにそんな優しさがあれば迷うことがあっても前へ進めるはずよ。でどうすんだよチビ、それでも全部忘れちまうかよ。そんなことできない。もう二度と大切なものを投げ出したりしない。だから全力で抗います。これ以上私を怪我させないために。こいつはまさかやりやがんじゃねえか。まさか兄貴ばりに焼き切るとはな。いやはや参ったね。いずれは彼に迫るかもしれないな。でもよかった、これで。乗り越えたか。空間が崩壊する。総員備えるがいい。戻ってきたわね。大変だったけれど。ああ、だがよく戻ってきたなフェリー。はい、本当に。でも私、ん、私どうしてこんな、なんてことを。バンさんたち、モンマルトの皆さん、アブや戦士団のみんなにも。大丈夫ですよ、フェリちゃん。
もう大丈夫。今はゆっくり休んでください。ったく仕方ねえな。まあ新職のせいとはいえ記憶は全部残ってるわけだしな。はい、私も本当にご迷惑をおかけいたしました。このお詫びはどうか改めてさせてくださいませ。リゼットさんのせいじゃないけど言っても気が済まないんだろうね。やれやれ、解決できたとはいえほんと厄介ね、侵食ってのは。ええ、これ以上ない卑劣な手段でしょ。ガーデンマスターという男、改めて対策を練る必要があるわね。それが良さそうだ。さすがに4日目は勘弁願いたいしね。ともあれ今回は世話をかけた。撤収と事後処理はしておこう。副頭目やそちらとも連携しつつ。ああ、よろしく頼む。 CID としても看過できない事態だからな。
ご迷惑をかけた人たちに改めて謝らないとですね。あんま気にしすぎることはねえが、ま、町を一回りしてみんのもいいかもな。はい、どうかそうさせていただければ。そうだな。注文かしら。今日も頑張ってね。
だね。とっとと選びな。やんちゃすんじゃないよ。お伺いしましょう。またお越しください。お伺いしましょう。またお越しください。修理は明日だな。MK からもせいぜい踏んだくってやるぜ。今まで以上にこだわってるね。本当にすみません、私のせいで。全員引いてるからほどほどにしろや、おっさん。